1952年、安井壮太郎は、大正昭和期の洋画家。安井壮太郎の共造1888年、京都市中京区で木綿問屋を営む商家の逸夫として生まれる。当時の商人の息子の常として1898年4月商業学校に入学するが、反対する親を説得し、1903年3月同校を中退して、絵の道に進む。 翌年、正五院洋画研究所に入所し、浅井忠氏、し、かのこぎたけらに指示して、絵を学び始める。同時期、梅原龍三郎もここで学んでいた。1907年4月、先輩画家の津田政風が投王すると聞いた安井は、津田と共に投王することを決意した。安井は、投王に際し、それ以前の作を焼き捨てたとのことで、安井の初期作品はほとんど現存していない。 フランスではアカデミー・ジュリアンに学んだ。特にセザンヌの影響を受ける。また、7年ほどのフランス滞在の間にイギリス、イタリア、スペインなどへも旅行している。1914年、第一次世界大戦が勃発し、ドイツがフランスに戦線布告したことに加え、安井自身の健康も悪化していたため、日本へ帰国した。翌1915年には、 第2回2課展に、対応策44点を出品し、西中井会員にも推挙される。その後10年ほどの間は、安いの画業の低迷期で、健康が回復しなかったことに加え、フランスと日本の風土の違いにも苦しみ、独自の画風を模索しつつある時期であった。宗太郎が好み宿泊した餌は館。代表作の、外房風景はこの4階の一室からの眺望を、 描いたものである。1930年の婦人像あたりから安い独自の日本的油彩画の様式が確立し、梅原龍三郎と共に第二次世界大戦前後を通じて昭和期を代表する洋画家と評されている。この1930年代に石原旧流堂から規範画を発表、1931年から安い。 宗太郎藩が藩部会から全十二図の安井宗太郎藩が衆を出した。1935年には帝国美術院会員となる。元々文典に対抗して組織され、在野の立場を貫く二課会の方針から安井は同会を離れざるを得なかった。翌1936年、石井白帝、有島育馬、ま、山下慎太郎らと一水会を結成。安井は生涯、 同会ののの委員をを務めた。た。戦後の文芸春秋の表紙画を担当していた1944年には東京美術学校教授となり、同年7月1日提出に原員。1946年、戦後の混乱期に埼玉県蕨町に開校したび画塾の教授を務め、画塾を芸大文校と形容をした。1952年には文化勲章を受賞した。 1955年、肺炎のため死去。67歳没。津。改名は明徳院連清誉螺汚染祖堂大古寺。金曜キャンバスに、油彩東京国立近代美術館。ありがとうございます。